皆さん、こんにちは。エルサです。大家好，我是 Elsa。今天的影片呢，我们依旧来做日语的听力练习。那采用的方法呢，还是对于初学者友好的四步重复练习法。那今天的听力内容呢，我们选择了稍微比较容易一点的 N4 程度的练习。好，那我们开始今天的练习吧。好，那在听影片之前呢，我们带着这两个问题一起去听。问题一。影片中男性和女性呢在说什么事情？问题二，影片中女性说昨天和朋友一起做了什么事？好，我们带着这两个问题呢来听一下接下来的听力对话。好，开始喽。男の人と女の人が話しています。昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたか？ええ。友達と海の近くの店に行って食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。じゃあ、話すことがたくさんあったでしょう。ええ。今度また二人で山に登ることにしました。そうですか。昨日は暑かったから海で泳いだんですか？いえ、泳いだり、海岸を散歩したりしたかったんですけど、友達に用事ができてしまって、食事の後、すぐに帰りました。残念です。OK, 那这就是这段听力了。我们一起来看一下这两个问题的答案。问题一，影片中男性和女性在说什么事呢？那他们在聊的是女性昨天跟朋友在海边发生的事。问题二，女性说昨天和朋友一起做了什么事呢？那他们是在海边吃了饭。食事をしました。好，这段听力对话呢，我们说是相当于 N4 程度的，会比以前 N3 程度呢稍微简单一些。不知道大家有没有听出这两个问题的答案？好，接下来呢，我们来边看原文呢，来边听一遍音频。好，开始喽。男の人と女の人が話しています。昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたか？ええ。友達と海の近くの店に行って食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。じゃあ、話すことがたくさんあったでしょう。ええ。今度また二人で山に登ることにしました。そうですか。昨日は暑かったから海で泳いだんですか？いえ、泳いだり海岸を散歩したりしたかったんですけど、友達に用事ができてしまって、食事の後すぐに帰りました。残念です。好、接下来呢、我们来对照一下日文和汉语的翻译。那在这个部分呢，不认识的单字文法呢，依旧是自己去网络上或是去字典查。好，首先男性说，昨日はいい天気でしたね。昨天呢，真是好天气啊，天气不错。いい天気でしたね。どこかに出かけましたか？你有去什么地方吗？どこ？哪里？出かける。出かける呢就表示朝某个目的地呢出发，去某个目的地外出的意思。比如日曜日に夫とショッピングモールに出かけました。周日呢我和丈夫去了购物中心。ショッピングモールに出かけました。那这里呢男生问女生说你有去什么地方吗？如果没有这个卡的话呢どこに出かけましたか？就问的是目的地。你去什么地方了？那加上卡呢就表示一个不确定的疑问。どこかに出かけましたか？就表示你是不是去什么地方了？你有去什么地方吗？好，接着女性说，诶，是的。友達と海の近くの店に行って食事をしました。友達と和朋友呢，海の近くの店に行って，去了海边的店，去了海附近的店。食事をしました。吃了饭。食事をする就是吃饭的意思。那这里是过去式。食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、学生の時、
学生时代呢，よく、经常、一緒に、一起、山に登っていた。山に登るの就是爬山的意思。那这里是讲的过去的事情，所以用了过去式。山に登っていた友達なんですが，那是我学生时代经常一起去爬山的朋友。久しぶりに会ったんです。久しぶり呢，就表示之前发生过某件事之后呢，隔了很长一段时间才又再次发生这件事。那久しぶりに会ったんです，就是隔了很长时间呢才又再见到面，那就是我们很久没有再见面了。久しぶりに会ったんです。然后男生说，じゃあ話すことがたくさんあったでしょう。那么呢，話す就是说话、讲话的意思。話すこと，说的东西、说的事情呢，たくさん很多、あった有。那么你们说的话呢，应该有很多吧？でしょう表示一个推断吧。那么你们应该说了很多话吧？你们应该聊了很多吧？じゃあ話すことがたくさんあったでしょう。女生说：“ええ、是啊。今度また二人で山に登ることにしました。今度就是下一次、下次的意思。また再次、又一次。二人で山に登る就是两个人呢去爬山。ことにしました。什么什么ことにする呢？就表示决定怎么怎么样。比如、今夜のパーティーに行かないことにしました。我决定呢。”不去今晚的 party 了。那这里二人で山に登ることにしました，因为这里是过去发生的事，我们昨天呢决定的事情，所以呢过去式，所以呢我们还打算下次两个人再一起去爬山。然后男生说，そうですか，这样啊。昨日は暑かったから海で泳いだんですか？昨天呢天气很热。暑かった。暑い是热的，天气热的。海で泳いだんですか？泳ぐ是游泳，那么过去式泳いだ。海で泳いだんですか？你们在海里游泳了吗？然后女生说：いえ、没有。泳いだり、海岸を散歩したりしたかったんですけど。泳いだり、海岸を散歩したり。那正好又出现了。たりたり。我们在上一个日语听力练习的视频中呢，正好也有见到たりたり的用法，可见日本人在日常会话当中呢，很常使用到什么什么たり，什么什么たり，表示例示、列举、举例。那么泳いだり，游泳；海岸を散歩したり，在海边散步；したかった，什么什么したい呢，就表示想要做某事。那这里呢是昨天发生的事，所以是过去式。我们本来呢想要游泳，在海边散散步的。けど，但是呢，友達に用事ができてしまって，朋友呢有事情发生，朋友呢有事，用事ができた，用事ができてしまって，用てしまって表示了一种遗憾的心情。食事の後，在吃饭后呢，すぐに帰りました。马上呢就回去了，马上呢我们就回家了。すぐに就表示马上、立刻的意思。残念です，有点遗憾，有些可惜。OK， 那这段听力对话呢，因为是 N4 的程度，所以呢还是比较容易的。那接下来呢，我们再自己来读一遍。注意，一边读的时候呢，我们一边大脑中呢想象一下读的是什么意思。好，开始咯。昨日はいい天気でしたね。昨天呢、天气真不错啊。どこかに出かけましたか？你有去什么地方吗？ええ、是的。友達と海の近くの店に行って食事をしました。我和朋友呢、去了海边的店、吃了饭。学生の時、学生時代呢、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、学生時代、经常一起爬山的朋友。久しぶりに会ったんです。很久没见面了。じゃあ話すことがたくさんあったでしょう。那么你们一定聊了很多吧。ええ、是的。今度また二人で山に登ることにしました。
我们呢还决定下次两个人再一起去爬山。そうですか。这样啊。昨日は暑かったから海で泳いだんですか？昨天呢天气很热，你们有在海里游泳吗？いえ、没有。泳いだり、海岸を散歩したりしたかったんですけど。虽然呢我们本想游泳，在海边散散步的。但是呢，友達に用事ができてしまって、食事の後すぐに帰りました。但是呢，我朋友有事，所以吃完饭后呢，我们就马上回家了。残念です。有点遗憾。OK， 那自己在读的时候呢，我们有条件最好出声朗读，这样呢，我们在大脑中一边要想读的是什么意思。好，接下来呢，我们再边看原文，再听一次音频。男の人と女の人が話しています。昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたか？ええ、友達と海の近くの店に行って食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。じゃあ、話すことがたくさんあったでしょう。ええ。今度また二人で山に登ることにしました。そうですか。昨日は暑かったから海で泳いだんですか？いえ、泳いだり海岸を散歩したりしたかったんですけど、友達に用事ができてしまって、食事の後すぐに帰りました。残念です。那在对照确认过汉语翻译之后呢，相信这段对话的意思呢已经比较清晰了。好，接下来呢，我如果我觉得我是初学者，那我觉得普通的速度呢我还是有点跟不上。那接下来呢，我们再听一遍 0.7 倍速，放慢再听一次。好，开始咯。男の人と女の人が話しています。昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたか？ええ。友達と海の近くの店に行って食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。じゃあ、話すことがたくさんあったでしょう。ええ。今度また二人で山に登ることにしました。そうですか。昨日は暑かったから海で泳いだんですか？いえ、泳いだり海岸を散歩したりしたかったんですけど、友達に用事ができてしまって、食事の後、すぐに帰りました。残念です。那 0.7 倍速呢还是蛮容易的，而且一字一句呢我们都非常清晰，能够跟得上。那接下来呢我们再听一次普通速度的对话。好，开始咯。男の人と女の人が話しています。昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたか？ええ。友達と海の近くの店に行って食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。じゃあ、話すことがたくさんあったでしょう。ええ。今度また二人で山に登ることにしました。そうですか。昨日は暑かったから、海で泳いだんですか？いえ、泳いだり海岸を散歩したりしたかったんですけど、友達に用事ができてしまって、食事の後すぐに帰りました。残念です。OK， 那经过这几轮的练习呢，我现在觉得我对这段对话内容呢已经掌握了，游刃有余。我想要再挑战一下。那接下来呢，我们再放一遍 1.3 倍速的听力。好，那我们开始吧。男の人と女の人が話しています。
昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたか？ええ、友達と海の近くの店に行って食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。じゃあ、話すことがたくさんあったでしょう。ええ、今度また二人で山に登ることにしました。そうですか。昨日は暑かったから海で泳いだんですか？いえ、泳いだり海岸を散歩したりしたかったんですけど、友達に用事ができてしまって、食事の後すぐに帰りました。残念です。好，一点三倍速呢，确实是语速蛮快的，大家不知道有没有跟得上。那么有原文的对照呢，应该不算太难。OK， 那大家在听的时候呢，千万不能睡着，不能大脑放空，那一定要边听呢，边想想我听到的对话呢，到底是什么意思。好，最后呢，我们再去掉原文，在无原文的状态下呢，再听一次。OK， 开始喽。男の人と女の人が話しています。昨日はいい天気でしたね。どこかに出かけましたか？ええ、友達と海の近くの店に行って食事をしました。学生の時、よく一緒に山に登っていた友達なんですが、久しぶりに会ったんです。じゃあ、話すことがたくさんあったでしょう。ええ、今度また二人で山に登ることにしました。そうですか。昨日は暑かったから、海で泳いだんですか？いえ、泳いだり海岸を散歩したりしたかったんですけど、友達に用事ができてしまって、食事の後すぐに帰りました。残念です。好，那如果在这一遍无原文的状态下呢，我完全听懂了这段对话的意思，我都理解了。好，那今天的练习呢就完成了。那如果我还是有些部分没有听懂，我再回到刚才边看原文边听音频的步骤去练习，直到呢我在无原文的状态下呢，我完全听懂了，那这个练习呢就算完成了。OK， 那我们当然还是不可能通过一个素材呢就提高听力，任何的听力练习方法呢都是要我们通过大量的素材去练习。那希望这些听力练习影片呢能够对您的听力提高有所帮助。好，那今天影片就到这里啦，感谢大家的观看。如果你喜欢这影片，别忘记订阅、关注、点赞。那我们下个影片再见，また次回お会いしましょう，拜拜。